本日はお忙しいところご出席いただきまして誠にありがとうございます。これより全国経済同友会、地方行財政改革推進会議、震災復興部会主催、一歩一歩日本プロジェクト講演による全国経済同友会東日本大震災追悼シンポジウムを開会いたします。本日進行を務めさせていただきますのは浜智美と申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。開会にあたり福岡経済同友会代表幹事貫正義より皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました福岡経済同友会の貫でございます。ご指名でございますので、東日本大震災追悼シンポジウムの開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。5年前の今日、平成23年3月11日にこの東北地方を襲った巨大地震と津波は1万8000人を超える死者、行方不明者を出すなど甚大な被害をもたらし、現在もなお約17万人の方々が避難生活を余儀なくされておるところでございます。犠牲になられた方々に対しまして、深い哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方々に対し、改めまして心からのお見舞いを申し上げます。さて、政府におかれましては、被災地の一刻も早い復旧復興を目指して、この5年間を集中復興期間と位置づけ、国の総力を挙げて復興に取り組んでこられました。この5年間の成果等につきましては、この後復興庁の岡本事務次官から基調報告としてご紹介をいただきますが、大変大きな成果が上がった一方で、大幅な人口減少などまだまだ課題は山積し、地方再生は未だ道半ばであるという状況のようでございます。例えば漁業に関しては、被災した漁港の約 97% で水産物の水揚げができるようになり、再建を望んだ水産加工施設の約 85% がすでに業務を再開するなど、ハード面の復旧は順調に進んでおりますが、一方では水産加工業者については、売上高を震災前のレベルまで回復できたのは、わずか 13% に過ぎず、従業員の確保難や一度離れた取引先を求めないという厳しい現実に直面しているというふうに聞いております。また水産加工や建設などの分野で人手不足は慢性化する一方、安定した職業に就けない被災者が多数存在する、いわゆる雇用のミスマッチが生じており、さらにまた被災地支援に支えられていた地元産品の売り合いが陰りが見えているということも見逃せない事実だろうというふうに思います。こういう中で今月末で5年間の集中復興期間を終了し、平成28年度からの後半5年間の復興のステージは復興の総仕上げとなります。被災地が自立し、地方創生のモデルになることを目指す復興創生期間へと移行することになるわけでございます。以上を踏まえまして、本日の追悼シンポジウムにおきましては第1セッションとして、これからの復興の道筋と題し、東北の各地域ごとの課題を踏まえ、国からの資金面での支援が主張するこれから5年間の復興創生期間において、どのように地方創生を進めていくべきか、議論を行うことをいたしておるところでございます。その後追悼式典に続きまして、第2、第3セッションでは現在最終となります第10期活動を行っております一歩一歩日本プロジェクトについて、これまでさまざまな取り組みを行ってきた教育現場の復興事業の成果報告、並びに生徒の皆さんによるプレゼンテーションを行っていただき、これらを通じて私ども同友会としての今後の支援の在り方を考えていただくことといたしております。さて、良質な職場不足等による地域社会からの人口流出は、程度の差はあれ、東北のみならず
全国の地域社会が抱える共通した深刻な課題でございます。地域創生の実現を目指して、政府に過度に頼ることなく、全国の各地域社会が自主的にかつ良くの連携を取りながら効率的に進めていかねばならないというふうに考えるところでございます。私ども同友会といたしましては、政府が進める新しい東北の創造に向けたの東北の復興戦略に参画し、そこで学び、そしてそれを私ども各地域の地方創生に生かしていくという視点も大事だろうというふうに考えます。ところで、地方創生を実現するためには、地方が権限と財源を持ち、地方目線での政策を立案実施できる地方分権を、さらに進めることが重要だろうと思います。その意味では、国家戦略特区に加えまして、地方自治体を経由した提案募集方式の地方分権改革の活用も重要だろうというふうに思います。我々経済界からの地方分権や規制緩和に関する提案が国に採用され、それが立法化されれば、全国にその効果をもたらすことになるわけでございます。平成27年度の提案件数は全国で808件とのことですが、提案は一部の県に偏り、ほとんどの県が数件止まりであるという現状でございまして、経済界としてこの制度の活用方策も検討すべきではないかというふうに考えるところでございます。最後になりましたけれども、私ども同友会の思いは、まずは東北地方の復興でございます。これからの復興創生期間においては、政府の事業規模が縮小される中で、これまで以上に産学官が結束し、一丸となって新しい東北の創造を進め、町の賑わいを取り戻すための創意工夫を重ねていかなければならないと考えるところでございます。皆様方の引き続いてのご指導ご支援をお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、開会の挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。Thank you.